キラニコはキラキラニコニコ輝く笑顔っていうのを略した団体なんですけれども、徳島県の家族とか子どもが一緒に楽しんで遊べる空間とか場所とかを作って、あの楽しんでもらえる場所を作ってます。あの小学校でもそうですし、地域と学校と家がこう一緒に子育てしてるっていう感覚が多分いろんなところであるので、企業さんにキラニコっていうこう子育ての子どもたちのイベントをしたいんですけど、ご協力お願いしますかって言ってほとんど断られたことがないんです。出産の時に不安はやっぱりありましたけども、育てていく上でこうなんか一人で悩んだりするのかなとかいうのはなかったです。こう何か悩んだ時に先輩、人生の先輩、お父さんとかお母さんとか地域の人でも聞ける、すぐ聞けるっていう状態が徳島にはあると思います。道の駅とか農協がされてる産直市がすごく充実してて、もう地域ごとに必ずあるんですね。でも土日とかになると家族連れで皆さんがそこに行って、その新鮮な野菜を、朝採れたての野菜をすぐ買えるんですね。本当にこう安心、地元の地産地消のものをすごく新鮮に食べれます。共働きの家もたくさんもちろんあるんですけども、お父さんがすごい寛大な方が多いと思うので、女性がこう働きに出てもサポートをしてくれる男性がすごく多いと思います。私が小さい時からもずっとそうなんですけれども、徳島県内は一つの家族で子供を育ててるっていうよりかは、地域と学校と家族がみんな一緒になって子供を育ててると思います。私の子供もあそこでちゃんと会話してたよとかいうのもよく聞くので、やっぱりこう地域と学校と家が連携して子育てはできてると思います。今も小学校はやっぱりその少人数が多いので、先生たちもあの目がすごく行き届きますし、一人ずつに、あと子どもたちも人数が少ないからこそ、ちっちゃい時からずっとクラスも変わることもなくずっと一緒なんですね。なのであの私も子どもの時に13人のクラスでずっと保育所、小学校、中学校も一緒だったので、今でもあの同級生に子どもができると全員で連絡を取ってみんなでお祝いに行ったりするんですね。なのであの私の子どもも今小学校で19人のクラスなんですけども、一緒の友達を作りに小学校に行ってるのかなと思うと嬉しく思います。